本日はですね、こちらザ・サウザンド京都というホテルに遊びに来ています。でこのザ・サウザンド京都は、2019年の1月に、オープンした新しいホテルでございまして、本当に京都駅のすぐ東側に、位置するめちゃくちゃアクセスのいい場所にあるホテルでございます。同じく京阪ホテルグループの京都センチュリーホテルと併設してるんですけれども、こちらの手前に見えている黒い建物は全てザ・サウザンド京都の建物となっています。見えますかね、今日ちょっと天気悪いですけど、京都駅、それからこちらに京都タワー、そしてこの路地、ここですね、ここに見えているこの黒い建物、これがあのザ・サウザンド京都ですので、まあ、本当にあの京都駅からすぐ近いというのがお分かりいただけるかと思います。こちら車寄せです。非常に高級感のある佇まいですね。これが併設する京都センチュリーホテル、エントランスからもう分かれている感じですね。左がサウザンド京都、はい、こちら8階のエレベーターホールです。照明は落とし気味で非常に落ち着いた雰囲気になっております。アート作品とかありますね。建物の構造はこんな感じで、上向きのコの字型っていうんですかね、真ん中がここスイートルームです。でおそらくこれがあの一番大きいメゾネットのスイートなんじゃないかな。サウザンドの1000なんでね、特別感がある感じです。で今回泊まるお部屋は835というお部屋でございます。若干、なんか非常階段があのスペース取ってるんですけど、他のお部屋よりも少し広めのお部屋になっていそうです。本日は835というお部屋でございます。このようにね、クリーンステの風管がされてます。ちなみにカードキーはサウザンドのロゴです。よいしょ、お部屋の中はこんな感じとなっております。はい、あ、広い、なんかシックですね。全体的にすごい好きなデザイン、落ち着いた和の木目調のインテリアが目を引く、結構こうモノトーンな感じのシックなデザインのお部屋となっております。いいなぁ。めちゃめちゃ落ち着く部屋ですね、これ。サウザンド京都は、スーペリア、デラックス、プレミア、で、あとスイートっていう大きく4カテゴリーに分かれてまして、一番多いのがまあスーペリアなんですけど、ここはデラックスという少し、広さがスーペリアよりもあるお部屋となっています。その分まあゆったり座れるっていう感じですね。プレミアになるとさらにまあ、この広さプラス、あの、テラスがつくような感じ。で、スイートはもう、いろんなコンセプトの面白い、結構面白い部屋があるので、まあ、いつか泊まってみたいなって思うんですけど、ちょっとね、今回は、予算的な問題で、こちらのデラックスダブルというお部屋に、宿泊をさせていただいております。こう、引き算の考え方でお部屋を作っているということで、本当にこう必要なものだけ、快適に過ごせるためのものだけをお部屋に置いているというようなコンセプトなんだそうです。和紙をこうテーマにした、この辺の色合いとかも、その、あ、違うな、ここだな。こことか結構和紙っぽい風合いですよね。あともちろんこの間接照明も和紙っぽいイメージになっています。はい。
いやー、おしゃれなお部屋だ。せっかくなんで、カーテンも開けましょうか。部屋の空調のコントロールとか、カーテンのコントロールとか、全部ここでやるみたいです。あれ、動かないな。あ。あー、なるほどなるほど。遮光のカーテンだけこれでできるのか。あれじゃあこれは？あ、これは手動なんだな。はい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 。なるほどなるほど。はい。レースのカーテン開けるとこんな感じです。自然光が入ってくる感じですけれども。まあ、見ての通り、まあ、ビルです。これなんていうのかな？あ、こっちが京都劇場で、こっちが多分メルパルク京都。まあ、要はもうビルビューで、特に眺望はない感じですね。はい。ではこちらのシックなミニバーから見ていきたいと思います。左側に冷蔵庫がありまして、ラインナップはこんな感じになっています。いずれも有料でありまして、例えば伊右衛門缶 350ml かな、712円であったり、プレモル瓶1149円といったような価格設定となっております。右側の棚が、スナック。ですね。チーザ、明治のチョコレート、あとグラッツ。まあ、おつまみ類。それから、これめっちゃおしゃれなんですけど、こういったお皿、平皿と、ラ・タボラというところの食器が置いてあります。はい。二段目のところには、リキュールと赤ワインですね。から、右側の方にはティーセットがございます。イリーのエスプレッソのカップがありまして、上にこのメーカーがあります。イリーのこうエスプレッソメーカーを置いてあるっていうのは結構なんかこうちょっとこだわりを感じるポイントですね。ティーバッグ、紅茶のティーバッグは、ディルマのものでございます。はい。祭下段のところにはグラスがあります。こちらも非常に綺麗に並べられていますね。あと、おそらくこれ、やはりバルミューダの。やっぱすげえなー、このバルミューダの。めちゃめちゃホテルで採用されている気がするんですけど。はい。バルミューダの電気ポットがございます。こちらのベールといいますか、なんか、この和紙に覆われたところに、この茶器があります。キュースト。ああ、綺麗な、あれですね。綺麗なお椀ですね、これ。すごい、なんか、なんか、見る人が見たら何焼きとかっていうのがわかるのかもしれないですけど。なんか、持った感じも軽くて飲みやすそうな湯飲みでございます。こちらの缶の中には、緑茶のティーバッグ、煎茶かな。あとはサウザンド京都の6入りのお水が4本ございます。ベッドはめちゃめちゃ広いですね。まあダブルのお部屋なんですけど、キングサイズぐらいはありそうです。で、特徴としてこのお部屋全体的に家具とかもそうみたいなんですけど、日本の家屋の特徴として、まあ家具全体がこう低めに設定されているというのがあって、こちらのお部屋に関してもいろんなインテリアがこう低めに設定されていて、逆にこう天井を高く感じるような、そういった作りになっていたりするようです。はい。でベッドの周りについてはこんな感じになっておりまして、まあまずはこの和紙の照明ですね。これおしゃれですね。あと読書灯があり、USB とコンセントの充電用の口。これが、左右両方に準備されております。これは嬉しいポイント。マットレス、かなり分厚いです。メーカーはサータのものです。なんか、跳ね返りは少ない。なんて言うんでしょう。なんか、沈み込む感じなんだけど、なんか、芯は硬いみたいな。あ、これ結構、寝心地良さそうなマットレスです。
で、さっきあのカーテンを操作したタブレットがこちらです。結構高機能になっておりまして、いろんなルームサービスとかであったりとか、あの先ほどのミニバー、有料の飲み物を飲んだ時の精算とかも全部このタブレットでできるようになっているようです。アメニティリクエストのページではこんなメニューになってます。タオル、いろんな種類のこうタオルとか、まあナイトウェアとかも大きさを自分で選べたりするんですね。あとはコーヒーのカプセルとかも追加で選べるようです。これ嬉しいな。あ、すごい基礎化粧品セットとかもありますね。これ結構貸し出しのアイテムに関しても充実してますね。で、こちらがリビングのスペースですね。このテレビの周りの雰囲気っていうのは非常におしゃれですね。ソニーの大きなテレビでございます。で、こちらには、ラウンドテーブルと、あと、コーナーソファーのようなもの。から、こちらには、棚がございます。お部屋見ていただくとわかるとおり、仕事用の、ライティングデスクというような、テーブルはございません。よく見たら、このソファーの横のところに、コンセントと USB 給電口、あと LAN ケーブルの差し込み口がありますね。やっぱりここで、やる人は仕事をしましょうっていう感じみたいですね。こちらの棚の中には、ランドリー用のバッグから、お、ここにナイトウェアですね。なんか、おしゃれそうだな、これ。はい。着てみましょう。こんな感じです。めっちゃおしゃれ。これ、すごい。なんか職人さんみたい。サムネみたいな感じですね。ここにボタンもついててはだけないようになってるので、非常にこう着心地のいいナイトウェアですね。これはいいな。欲しい。はい。ベッドルームこんな感じです。めちゃめちゃいい客室ですね。床も今、まあ裸足で過ごしてるんですけど、絨毯になってて柔らかくて、非常に歩いてて心地がいい感じのお部屋になってます。これはね、めちゃめちゃ過ごしやすい。はい。そして、今度はこちらがバスルームになっております。非常にこう、シンプルな、ごちゃごちゃと物が置いていない洗面台ですね。流しは一つ。で、鏡はめちゃめちゃ大きいものがございます。という感じです。こっちにバスアメニティセットがありますね。固形石鹸が2つと、ボディウォッシュ、これかボディクリーム、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーと、こちらはですね、スパ施設も併設されていて、そこで使われているような、バスアメニティ、オリジナルのものが置いてあるんだそうです。非常にこう、こだわりを感じるものとなっております。で、この流しの横に、こんな感じで。うわ、なんだこれ、めっちゃおしゃれ。ザ・サウザンド京都。こんなパッケージに入って、これアメニティセットですよね、きっと。めっちゃおしゃれじゃない？ちょっと後で開けてみましょうか。と、こちらにドライヤーがあると。あとは、これが鏡ですね。はい。ドライヤーはこんな感じのものでした。シャープのプラズマクラスターのドライヤーでございます。なんか形が鋭利でかっこいいですね。いや、このかっこいいパッケージの中に、こんなに詰め込まれておりました、ヘアブラシと歯ブラシ、それからシェーバーで、多分シャワーキャップとコットンパッドですね。あとはまあヘアゴムと、これはシェービングフォーム、あとはこれめっちゃおしゃれ、オイルブロッシングブロッティングペーパー、油取り紙のことかな。おしゃれだな。これちゃんと全部ロゴ入りなんですよね。綺麗。ボディタオルはこういう感じのものでございます。まあ、ちなみに一応これは七味じゃなくて綿棒です。スキンケアセットが頼めましたので、頼んでみたらですね、これ多分メンズ用ですね。ガチという、ポーラのブランドですね。洗顔と、化粧水、それからと、整髪料ワックスまでついたような3点セットと、あとこちら女性用のデタイユというパリのブランドですね。フェイスケアセットということで、メイク落とし、フェイスウォッシュ、あと化粧水乳液という4点セット。
がいただけました。こういった基礎化粧品セットがこだわったものっていうのは嬉しいですね。で、体重すごいな。あ、出た。これ体重計ヘルスメーターですけど、やはりと言いますか、まあ京都ですからね、オムロンのものが使われております。あとはこちら側が浴室で、こっち側がトイレですね。トイレめっちゃ綺麗ですね。あ、ここもなんか和紙っぽい感じ。おお、はい、和紙っぽい感じのデザインで、あとのところは、全部木でできた非常に落ち着きのある和室のようなトイレでございます。で、こちらが浴室でございます。じゃあサザンの京都は、あの、どんなグレードのお部屋でもバストイレセパレートになっておりまして、全室はレインシャワーもついているそうです。クロエですね。ここはあのレインシャワーもありますし、大きなこのハンドシャワーもございます。いずれもこうグロエのものとなっています。ここにもバスアメニティセットはございますね。お風呂も非常に、まあ、卵型の、浴槽になっていて、結構広いです。こんな感じですね。大人一人入って、もう僕だな、僕の足なら全然伸ばして入れるくらい広い、ゆったりと入れるお風呂になってます。そして洗面のすぐ横、まあ、最後ですね、ここがクローゼットとなっております。クローゼットも十分な広さで、あ、バスローブもあるんだな。タオル地の、結構分厚めのしっかりした重みのバスローブでございます。これはもうあれですね、体拭かずにこれを着て体拭くみたいな、そういうバスローブですね。まあ本来そういうものなのかもしれないですけどね。はい。あとはこの辺の靴のケア用品と、あとは、あ、オリジナルのスリッパです。いやー、おしゃれ。しかもね、気持ちがいいですね、これ。あ、いい。ふかふかの、ふかふかというよりは、この肌触りがすごい気持ちいいな。めっちゃ心地がいい、履き心地の良さそうなスリッパですよ。あ、これすごい。これちょっと持って帰って家でも履きたいレベルですね。オリジナルのスリッパでございます。あとはね、Wi-Fi もございます。The Southern京都というものです。速度、あー、おー、早い。なんか最近全然スピードですが、完了しないんですけど、まあ、下り 51.5、上りは 39.8 で止まるぐらい。まあまあ、非常に高速なインターネットがお部屋で使える感じになってます。はい。ザ・サウザンド京都のデラックスダブルのお部屋でございました。もうすでに、2日目でチェックアウト日なんですけど、めちゃくちゃ、まあ一泊してみて、いい部屋だなっていうふうに思いました。やっぱりね、アメニティと、あと、貸し出し備品のレンタル。っていうのがすごいラインナップが充実していて、スキンケアセットもそうですし、子供がいる時用のベビーチェア、ベビーバスとか、そういったものも用意されてます。海外の方向けのユニバーサルアダプターとかも あったりとかして、結構ですね、やっぱりどんな方が来られても過ごしやすいホテルっていうのが実現されているなっていうふうに感じました。あと何気にこの室内着ナイトウェアも着やすくて、もうポケットとかついてるのいいんですよね。やっぱスマホとか入れて歩きたかったりするので、こういうのがあるのは非常に便利なポイントです。はい、ということで、痒いところに手が届く非常に過ごしやすいザ・サウザンド京都の、紹介でございました。参考になりましたら、高評価とかコメントとかチャンネル登録とかしていただけるとありがたいです。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
結構充実してますね。器具もたくさんあるし、すごい広い。フィットネス用タオルとか感染防止のために袋に入れて、すごいな。これはかなり充実したトレーニングができそうなフィットネスセンターです。すごい。